Code for Japan Summit にご参加いただきありがとうございます。セッション開始前に Code for Japan のイベントにおける Code of Conduct、行動規約、プライバシーポリシー、そしてご参加いただく皆様へのお願いをご案内させていただきます。Code for Japan Summit は、セッション登壇者、運営スタッフ、そしてご参加いただいている皆さんと共に作るイベントです。お互いに敬意を持って価値観を認め合いながら、建設的に意見を交わせる場となるよう、それぞれが文化的および個人的なバックグラウンドがあることを理解するよう努めましょう。オンライン開催でトラック数も多いため、スタッフが気づけないこともあります。サミット中に気になること、心地よく参加できないと感じることが起きた場合、どんなに些細なことでもサミット運営スタッフ、あるいは担当者にメールやスラックでお声掛けください。シビックテックを知り、考え、行動の一歩となるサミットになるよう運営いたします。共に考え、共に作る、サミット作りにご協力をお願いいたします。続いて、サミットにご協力いただいている皆様と、主催・共催のご紹介です。特別協賛の奥田様、共賛の UD トーク様、インフォラウンジ様、グラファー様、ストロリー様、自動処理様、官民競争ハブ様、協力のリモ様、インティラック様、アーバンデータチャレンジ様にご協力いただいております。皆様、ありがとうございます。主催は Code for Japan、共催は東北エリアの Code for Brigade 6団体で行っております。YouTube 詳細欄に各種 URL、アンケートを記載しております。運営スタッフの今後の励みにもなりますので、アンケートをご記入のほどよろしくお願いいたします。それではサミットをお楽しみください。では Code for Japan Summit 2021 オンライン with 東北1日目のセッションとして白鵬ジャパンによる、東日本大震災から10年白鵬ジャパンの活動を振り返ると題しまして、震災からどのようにして白鵬ジャパンというチームができて、どのような活動をしてきたのか、そして今日登壇するメンバーだけではなく、実際に東北のコミュニティで活躍する方々からのコメントも頂戴しておりますので、活動と対比するような形で紹介させていただければと思います。白鵬ジャパンってなんだという方々に簡単に説明しますと、白鵬ジャパンというのは東日本大震災発生当時に技術の力で復興に貢献したいと集まった有志のチームです。詳しいことはこの後のセッションで話が出てくると思いますので、最後まで皆さんお付き合いください。司会は私、自称白鵬ジャパンの親愛なる隣人こと清水俊之介が務めさせていただきます。まず簡単に自己紹介させていただきますと、2011年当時は絵画修復師として働いてまして、で震災が発生した当時も版画を直していて、そのまま震災が発生したというような感じの仕事をしておりまして、でその修復をする傍ら、副業でウェブサイトのデザインですとか構築をしていたというような感じです。そして、白鵬ジャパンの活動を通して紆余曲折ありまして、今では株式会社ドットという会社を作りまして、そこで働いております。皆さん今日はよろしくお願いします。それではまず、皆さんの自己紹介からお願いしたいと思います。では岩切さんからお願いします。はい、岩切明子です。岩手県の釜石市の出身で、東映社という、皆さんご存知ですかね、コンピューターとかビジネス書の出版社に勤めています。2011年当初はデベロッパーズサミットというエンジニアのイベントのオーガナイザーをやっていました。で2021年の現在は書籍の、営業の取締役をやっています。3.11 の時は、確か中学生が NHK の、テレビをインターネットに放流してくれたのを見ながら、私たちの自分の会社の社員の安否確認やら、帰れない人たちをどういうふうに安全に会社に泊めたり友達の家に泊めていただいたりというようなことを手はずしていました。
で、覚えてるのは、父からずいぶん毎日のように、巨大地震が来るっていう、巨大津波が来るっていうことを聞かされて育ってきてたんですけれども、いよいよ来たのかっていう、本当に来るんだなっていうことを思いながら、ことに当たっていたことを覚えています。このセッションが、皆様の次の何かにつながるといいなと思ってます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは次、及川さん、よろしくお願いします。はい、及川拓也と言います。よろしくお願いします。震災当時は普通のサラリーマンをしておりまして、六本木のオフィスの中でミーティング中に、震災に遭いました。で、その後、オフィスの中からちょっと出れなくなり、帰宅困難者みたいな形になって、そこでまあ先ほど岩切さん言われたように、いろんなテレビですとか見て大変なことが起きたなというふうに思っていたんですけれども、その夜、無事、ツイッターとかの情報をもとにいろんな人に支えられながら、帰宅できて、で、月曜から普通にまた会社に通ったんですけれども、仕事をあまりすることできずに、その後、この白鵬ジャパンの元になる会社の垣根を越えた開発者の人たちとのつながりをもとに、震災への復旧復興活動をするというようなことに、巻き込まれ、もしくは巻き込んでいく側というふうになっております。今、自分の会社は小さいんですけど持っております。で、その他にも、しつこくまだ自然災害に対してその IT でいろいろな支援ができないかということで、IT ダート、情報支援レスキュー隊というような活動もスタッフとしてしております。はい、以上となります。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では次は、鎌田さんお願いします。はい、鎌田重則と申します。震災当時2011年、現在と同じくヤフー株式会社の方に勤めていまして、で、当時はヤフーのデベロッパーネットワークという開発者向けに API を提供するサービスの責任者を、やっておりました。で、その流れの中で白鵬ジャパンの活動にお声掛けいただいて、取り組みとして協力させていただくような流れで、現在に至ってます。で、当時はそのデベロッパーリレーションっていう活動自体、組織も何もなく、私の方で勝手にやってたっていうのもあるんですけれども、現在はそうした専門の組織がきちんと立ち上がっていて、そのヤフーとしての取り組みは行われているんですけれども、今私の仕事としては、技術戦略本部というところで、新しいテクノロジーのリサーチと事業に紐付けた技術戦略の立案のところに、関わらせていただいております。で、3.11、震災当時はちょうどミーティングの最中で、まあ、かなり体験したことのない地震で、まあ、家にも帰れなくなり、まあ、会社に泊まるというような形で対応してたんですけれども、ヤフーの中ではかなりその震災直後からその情報発信という側面で、まあ、その震災に役立つような情報をどのようにそのユーザーに届けるのかっていうのは、まあ、専門の部隊が立ち上がって活動はされていたんですけれども、私の担当自体が当時そういったところから少し距離があったので、割と発行ジャパンの活動の方に軸足を置いたような取り組みをさせていただいてました。で、東北とのつながりはそれまで一切なかったんですけれども、まあ、この発行ジャパンの活動を通してさまざまな人たちと出会って、まあ、現在に至るというような流れになってます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは次は、小泉さんお願いします。はい、皆さん、こんにちは。小泉勝郎と言います。よろしくお願いします。私、おそらく今日のメンバーの中で唯一なのかな、実際に被災している人なんですよね。まあ、そのあたりも踏まえてね、今日はいろいろお話しできればいいかなと思ってます。はい。で、2011年、この時はですね、私、株式会社サイエンティアっていうところに勤めてました。311当時はですね、はい、ちょうど仕事してまして、ちょうどオフィスにいたんですけど、はい、実際の、地震の規模がですね、実は仕事してるときに、地震にあったときは、そんなにですね、規模っていうのはね、あまり実感が湧いてなかったんですけど、で、そこから家に帰れないっていう段階になって初めてですね、これかなりすごい地震なんじゃねえのっていうのをね、実感してった感じです。で、実際その日のうちですね、次の日の朝になって、歩いて、まあ、20キロぐらい歩いて帰ったんですけど、で、その時ですね、もう歩いてる途中でですね、車がですね、縦に積み重なってるんですよね。で、そのですね、縦に積み重なってる車だけじゃなく、横見るとですね、なんか真っ黒い柱みたいなのが立ち上がって、
まあ、実際はそれはね、まあ、ガスタンクとかが爆発して燃えてたんですけど、でそういうのを見たりとか、あとですね、まああのまあ、家にだいぶ近づいてきたなってあたりで川を見たらですね、だいぶゴミが浮いてるなと思って、ただねよく見てみたらですね、あのゴミじゃなくて人だったりとかですね、まあ、あのでこれ人死んでるんだ、まあ、その時になってね、あの初めてすごく強く実感したんですよね。っていうのもですね、あの、実際にですね、あの、今日これからの話も出るかもしれないんですけど、あの被災している人に IT が役に立たなかったって話あると思うんですよ。実はですね、あの、まあ、その当時被災してた我々って、あの情報から断絶された状態になってたんですよね。なのでその車が縦に積み重なってんのとか見て、それであこれ津波めちゃめちゃすげえんだってのそこで初めて分かった、はい。でまあ、そういう風になって、まあ、結構ね個人的にもショック受けて、やっとですね会社にあの出社できるよっていう時に、まああのまあ、そのねハックフォージャパンの話とかも聞いて、まあ、実際私もそこに参画させてもらおう。それまでもあの東北の中でのコミュニティ活動っていうのをやってたんですけど、まあ、初めていろんな全国の方と触れるっていう機会を持つことができて、まあ、当時はですね株式会社サイエンティアっていうところで、すごくあの観光庁向けのですね、あのお堅いシステム作るっていうことをやってたんですけど、どんどんね、あの、まあ、このハックフォージャパンとの出会いとかも通じて、あのコミュニティ寄りになってたんですね。で、コミュニティ寄りになってって、まあ、その中でですね、はい、あの自分も会社辞めて独立して、で、今だとですね、あの、まあ、あの実はですね、震災がきっかけではあるんですけど、はい、今はですね、なぜかあのシニア向けにプログラミングを教えるっていうのがですね、あのメイン事業になってる、まあ、そんなね、不思議なね、あの運命をですね、辿っています。はい、で今日はですね、はい、まあ、そういったいろいろな皆さんの出会いとか、あと私自身の体験とかもね、いろいろお話できればなと思います。はい、じゃあ皆さん、今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さん、お願いします。はい、佐々木明です。震災当時はですね、確か前の日に船内でスマートフォンの勉強会をやってですね、当時、まあ、Android アプリ、iPhone アプリが、まあ、始まったタイミングで、それでその勉強会が終わった後にですね、高速で次の日高速で会津若松に帰るときに、まあ、被災したみたいな感じでしたと。で特にまああの福島の方はそんなあれですね、あの会津若松の方ですね、まあ、そこまであの被害は大きくなくてですね、ただまあ高速からどんどんこう車が消えてって、それでちょっとこう大変だなと思って急いで会社に帰ったというような感じになります。で、まあ、当時はあの株式会社 G クルーというところの代表をやってまして、まあ、会社がですね、会津大学のそばにあったという、まあ、立地的なものもあったので、まあ、確かですね、ハックフォージャパンの、アイデアソン、ハッカーソンの2回目ですかね、2回目から、参加してもらった感じです。それでですね、その後に、福島ガイガーカウンター勉強会っていうのをやってですね、まあ、当時ハックフォーガイガーみたいな感じでハッシュタグとかも立ち上がってたんですが、あのガイガーカウンターをですね、自作するみたいな勉強会をやって、それでまあ3回目の、ハックフォージャパンのですね、アイデアソン、ハッカーソンでも、まあ、今度それをですね、このスマートフォンと連携するみたいなことを、で現在は何をやってるかというと、まあ、あのあれですね、株式会社 G クルーを継続しているのと、まあ、当時 の, そのハードウェアをですね、あのガイガーカウンターを作るというところでハードウェアがちょっとですね、あのなんか興味が出てきてですね、で今はですね、株式会社というファボという会社でハードウェアの製造と、あとロボットの開発ですね、というのを、やっています。なのでだいぶあのやってるビジネスが大きく変わったんですが、今も一応あの会津若松を拠点に、活動の方はしているという形になります。はい、以上です。ありがとうございます。そしたら次は関さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。久しぶりにこうやって皆さんと会えて本当に、嬉しいし、これから楽しみです。私はあの震災当時はジオリパブリックジャパンという、ソフトウェア開発会社ですねを経営しつつ、あとヤフージャパンでも働いていました。震災当時ですね、あの関わってたオープンソースコミュニティで、あのオープンストリートマップというコミュニティがあって、そのメンバーと一緒にですね、震災インフォというクラウドソーシングで情報を集める、サイトを立ち上げまして、まあ、それ の, かかやあの運営とか開発をやっていました。でそのやってる中でですね、このハックフォージャパンともつながりができて、ハッカソンに参加したりとか、まあ、実際に東北で、いろいろあの視察したりとかですね、いろいろさせていただきました。でその時にすごく感じたのが、その IT やっぱりこう緊急時には役に立たないっていう話と、とはいえちゃんとこうアーキテクチャとか考えておくことの大切さみたいな、こと
を感じまして、で自治体ってなかなかそういう、こう IT をうまく使うみたいなことができてないっていうのも結構こういろんな人と話す中で感じまして、でそれでCode for Japanっていう組織を立ち上げるに至りました。2013年ですね、いろいろやる中で Code for Japanっていうのが、まあ、Code for Americaっていうのがあったので参考にして立ち上げてみようということで活動して、まあ、今でも活動をしております。まあ、詳しい話は後でまた話す機会があるかなと思いますけれども、今ではまあその Code for Japan というのと、もともとやってたジオリパブリックジャパンとですね、他にもいくつか肩書きがあるんですけれども、まあ、そういうのを置いておいて、あとはまあデジタル庁でもですね、非常勤で働いてもいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次、高橋さんお願いします。高橋健一です。2011年の当時はですね、311の頃はトンチドットという会社でソフトウェアエンジニアをしておりまして、まあ、最近はまあご存知ない方も若い方とか多いと思うんですけれども、まあ、スマホ黎明期の AR アプリ、当時はまあ有名だった世界カメラという AR アプリの開発をしてまして、311当日もまさにその本当にコーディングしてた時ですね。隣とかの、その外国出身のエンジニアの方も何人かいて、あまりその自信に慣れてない人も多かったので悲鳴上げたりとか、日本人は割となんかすごい揺れてるなぐらいの感じでその時は思ってたんですけれども、ちょっとやっぱり日本に住んでそんなに年数が長くない人とかはかなり驚いていたのを覚えています。当時オフィスは新宿にあったんですけれども、千葉にある自宅までは結局一晩帰れなくてですね、次の日の朝に帰るぐらいの状況だったんですけれども、私自身東北とのつながりとしましては出身は山形なんですけども、仙台の方にこっち東京に出てくる前10年間ぐらい住んでいた時期もあったりですとか、あと妻の出身も仙台だったものですから、地震の状況、津波の状況というのがすごく気になる中ですね、ちょうどその仙台に住んでた頃にお世話になった方が当時その石巻に引っ越して住んでいるということもあったりしてですね、いろいろまあ仙台にいる知り合いなどのどうなってるんだろうというのがすごく気になる中、 IT の力で知人の無事であったことを知ることができたりとか、そういった経験があったこともありまして、 IT の力で何かできないかというふうに考えるようになって、ハコージャパンに参加したっていう経緯があります。その後いろいろ縁がありまして、東北テック道場というアプリの開発道場ですね、これを東北各地でやるという活動に参加させてもらいまして、それがメインの活動に2012年からはなっていったという流れですね。今は株式会社カブクというところにいまして、同じようにソフトウェアエンジニアはしてるんですけれども、トークテック道場の講師の活動は引き続きやってるというそんなところです。で、まあ、いろいろなんかこの後清水さんが当時私がもがいていたといいますか、そういった話もしてほしいみたいな、すいません、そんなこともあるので、まあ決してこういう活動が得意ではないというか、そんなに私自分から意見話すようなタイプではないと思ってはいるんですけれども、そういうエンジニアがどうやってこういう活動に参加していったかというような話なども何かしら参考になればいいのかと今日は思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最後、山崎さんお願いします。はい、山崎文と申します。よろしくお願いします。ですね、2011年当時は Google でディベロッパーリレーションという仕事をしていました。で、当日3月11日ですね、当日どういう状態だったかというと、まあ、テキサス、アメリカのテキサスのオースティンというところでサウスバイサウスウェストというイベントが開催されると。でそこでまあスピーカーのために行って到着をして、まあ、深夜ご飯を食べて、深夜もういろんなところから君は大丈夫かっていうのがチャットできて、それでこう知ったという形なので、実は揺れを体験してないんですね。でその時も夜通しこう YouTube とか Twitter とか見ながら何が起きてるか
もう大槌の火の海になっちゃってるところとかも見て、大変なことになってるなと思って、ね、ワンワン泣いていたと。で、私が泣いているうちにですね、Google のディベロップ、Google の社員の人たち、みんな同僚の人たちは、クライシスリスポンスを立ち上げて、どういうふうに情報でみんなを助けるかとか、あとはその、サウスバイサウスイートに来てるアメリカ人のエンジニアの人たち、全然日本と縁もゆかりもない人たちが、募金サイトも夜のうちに立ち上げて、朝1日目だったんですけど、もう朝その、基調講演を始めるときには、もう募金サイトが立ち上がってるから、みんなで募金するぞっていうふうに、みんながもう動き始めていて、私もやっぱりテクノロジー業界にいるからにはですね、テクノロジーでやれることを何か考えようっていうところもあって、皆さんと一緒にハックフォージャパンを立ち上げたっていうのが、その当時のお話ですね。で、今は、ナイアンティックというAR テクノロジーの会社で働いています。で、多分ですね、そのやっぱり復興フェーズになっていくにつれて、まあ、ナイアンティックは人を動かすっていう力がある会社なので、も人を動かすことがもうイコール我々のゲームとかアプリ の根幹なので、であればそれを東北復興にどういうふうにこうつなげられるかということを考えて、例えばイングレスの東北のイベントとか、ポケモン GO の東北のイベントとか、人が東北に行って復興を進しよう、ご飯を食べよう、泊まっていこうっていうような、まあ、そういうものをやっていたりとか、で、まあ、今年はやっぱりコロナで人が動けなかったこともあって、ちょっと別の方向からその東北の思い出お店再発見プログラムっていう、ポケモン GO の中のジムとか、ポケストップに東北のお店が無料で6ヶ月になるっていうやつをやったりとか、なので、まあ、その時々でちょっといろいろ何がお役に立てるのか考えながらいろいろやってるんですが、実は私自身は東北に住んだことも、実はこの震災があるまでは全くご縁がなかったので、そういう意味ではこれをきっかけに私は東北とお付き合いをさせていただくようになりました。はい、はい、ありがとうございます。今日は本日はこのようなメンバーでお送りさせていただきたいと思います。改めてよろしくお願いします。で、まず最初に震災発生当時ハックフォージャパンの誕生から半年の流れということで、ここの何て言うんでしょうかね、資料で結構いろいろなウェブで検索してもらえれば細かくその記事ですとかいろんな情報が出てくるんですけど、その当時どんな雰囲気だったのかとか、どのような人々がどのような思いで集まってきたのかっていうことをよりリアルにお伺いできればなと思っています。で、まずハックフォージャパンの活動として、2011年の3月19日ですかね、第1回のハッカソンが開催されることになったと思うんですが、及川さんにちょっとそこら辺の話をお伺いできればなと思っています。で、及川さん、震災が発生してからそのハッカソンに至るまでの動きというか、その当時振り返ってどういうことがあって、どういうことを考えていたかっていうのをちょっとお聞かせいただけますか。はい、わかりました。そうですね、まあ、テレビとかで自衛隊の人たちですとか、あとは災害ボランティアの方々がいろいろその復旧に向けて活動されていて、でやはり短時間でそのライフラインを復旧させていく様子などを見て素晴らしいなと思う中、まあ、自分もそういった災害ボランティアに加わるっていうのは当然あったとは思うんですけれども、こう自分の職業を通じたプロボノ的なところで何もできない歯がゆさがあって、いやでも何かできんじゃないかなっていうふうに考えて、でいろいろ模索し始めたっていうのがきっかけです。でその時にさっき自己紹介で申し上げたんですけれども、会社の垣根を越えてできるんじゃないかなと。で私がちょうどその当時担当していた仕事がウェブのこう標準化であったり、ウェブの API を使ってウェブ開発者の方々にいろいろとそのウェブアプリを書いてもらったりするような、そういったものづくりですとか、まあ、先ほど山崎文さんも言われたデベロッパーリレーションのような仕事をやっていたので、もともと会社の垣根を越えての活動っていうのが普段の仕事から多かったんですね。ですからこれはまあなんか特定の組織とかに縛られるものじゃなくできるんじゃないかなということで、いろんな人に声をかけて、ちょうどだから蒲田さんにつながったのもこのぐらいだったと思うんですけれども、仕事でヤフーの
そういった開発者支援の方と私はどっかで関わったはずだったけど、なんか名刺探しても出てこないし、メール探しても出てこないんで、めんどくさいんでツイッターで聞いたら、あ、それ多分僕だと思いますっていうふうに、あの、鎌田さんか、あの、他の方だったかもしれないんですけど、言っていただいて。確か、富樫さんでしたね。富樫さんでしたっけね、その時。もう一人の、その、ヤフーから入っていただいたメンバーの方だったと思うんですけど、そこでつながったりとかっていうふうにしたと。で当初はそのやっぱりあの短絡的だったかもしれないんですけれども、開発者が集まったら短期間で何かものを作り上げるためのハッカソンという手法がいいんじゃないかなというふうに考えたんです。で一番最初はあの本当にリアルに関東で集まろうと思ったら、その計画停電が起きてしまって、でまだ余震も結構激しく関東で集まることは不可能だなと。なので最初はそのオンライン上だけでやろうかというふうに思ったんですけれども、西日本なら大丈夫じゃないかなというふうに考え、でちょうどあの関西の方にあのいることもあったので、じゃ あの京都の方でできないかという話、ちょっとここきっかけ忘れたんですけど、何かしないというけど京都リサーチパークが借りれそうだっていう話になったんですね。なのでじゃあここに集まろうということで関西にいる方々に声かけたという感じです。で本当はなんかこんな無謀なことやって大丈夫かなっていうのがすごい不安だったんですけれども、私一人じゃ全然できないんで、当時仕事で関係してた山崎文さんにアメリカにいるときにいろいろ相談して、でやるかどうかまだ迷ってたんですけれども、まあ、とりあえずあの、メールかチャットかで文さんに成田か羽田か分かんないけど着いたらすぐ電話くれっていうふうに言って、で、まあ、着いてすぐに電話もらったときに、まあ、その時までに進めてた構想を話して、これできると思うか、ふみさんがやれるって言うんだったらやろうと思うって言ったら、ふみさんがやりましょうって言ったんで決めて、その翌日ぐらいに大阪かどっかで落ち合って、あの2日ぐらいで急遽サイト立ち上げたりして開催したっていう感じですね。なるほど、すごいですね。ふみさんは当時アメリカにいらっしゃって、どのタイミングで日本に戻ってきてるんですか？3月17日ですね。誕生日なのでよく覚えてるんですよ。なるほど。ハッカソンをやろうという話はですね、もう各地で我々以外もみんなで、結構エンジニアの皆さんはこっちのコミュニティでもあっちのコミュニティでもやっぱりテクノロジーでなんかできないかって言って、やっぱりそういう声はあったんですよね。っていうのと、あとさっきその京都リサーチパークっていう話、なんでだっけっていう話あったんですけども、当時、Google のその EP エクスパートというプログラムと、まあ、GTAG っていうプログラム、そのコミュニティですね、Google の、お付きな愛のあるディベロッパーコミュニティがあって、そこの、まあ、API エクスパートと GTAG マネージャーを兼務している方が京都にいらっしゃって、まあ、KRP の中に入ってたんですね、確か。っていうのもあって、実はどういうふうにこのハッカソンを実現するかっていうところも、その、API エクスパートと、まあ、100以上、Google、Gmail って100超えると次のやつになるんですよね。なので、100超えた時点で、なんか100以上のコミュニケーションしてるなとか、気づいたんですけども、相当彼らにもいろいろこう、脳みそを借りしながら、どういうふうに作るかっていうのを考えていて、京都の、方は、多分京都で一番ハッカソンをやってきたのは僕だと思います、任せてっていうふうにもう初っぱらから言ってくれて、で会場も自分で抑えるし、オーガナイズも全部するからって言ってくれたりとか、あとその京都だけでやるのではなくて、他の拠点もできないかなっていう声掛けを GTAG のマネージャーの人にしたんですね。そしたら、なんか岡山僕やります、どこどこ僕やりますって言って、みんながいろんなところでオーガナイズしてくれて、京都だけではなく各地でできるっていう形になったので、ここの場にいる人以外にもものすごくたくさんの人が賛同してくれて、じゃあ僕はこう動きます、こう動きますっていう人たちがいっぱいいらっしゃって、まあ、17日に決めて、まあ、その週末に開催してるので本当にスピーディーにやってるんですよね。そこのスピード感が出たのはやっぱりたくさんの人が助けてくれたっていうことはあったと思います。岩切さんとかは釜石ご出身だということで、はい、ご家族もいらっしゃるような感じですよね、はい、でその中でなんか東京にいらっしゃって被災して、で どうだったんですかね。まず私は、もう 3.11 からずっとパーソンファインダーに友達や家族や親戚などを入力してました。で見つけてくださいっていうのと、見つかったら教えてほしいってことをまず延々やっている状況だったです。
ウェブサーバーがバタバタ落ちて、例えば私だったら岩手県 のサーバーにいて避難所がどうなってるかとか被害状況がどうなのかっていうのを見たいけれども全然つながらない状況 でそれをつぶやいたら、桜インターネットさんがミラーサーバー作ってくれたりっていうようなことが行われていて、とにかくリアルというかインタ被災地自体も大変だったけどインターネット上も大変だったなっていうような状況だったです。でその中で、やっと親の安否が分かったで落ち着いてちょっと心が落ち着いてきた頃にパックオジャパンにっていう活動があるから入らないかっていう話をいただいて、正直安否確認で精一杯なので IT で何かをやるっていうような状況に今ないんじゃないかなっていう気持ちもありました。その一方でさっき言った通りパーソンファインダーやウェブサーバーみたいなものをボランティアの方たちが何度か正常にしようと思ってやってる活動も見ていたので、これはもしかしたら今は手伝えないかもしれないけれど何か、ここから変わることがあるのかなっていう気持ちもありました。それで及川さんにちょっとすぐは手伝えないかもしれないけど岩手出身の人が一人いてもいた方がいいということだったらお名前だけ貸すみたいな感じでもいいですかってことで当初入った記憶があります。もともとお知り合いだったって感じ、はい、そうですね。及川さんとは20年来の知り合いで、私自身は及川さんじゃなかったら多分ちょっといいですって言うかもしれないですけど、絶対及川さんだったら理想と現実の前着地を見つけてくださるだろうっていう気持ちがあったので、ちょっとお名前だけっていうのはこういう状況で言うのは失礼かなと思ったんですけれども、そういう形で入らせていただきました。で一方で岩手っていうことで言うとずっと東京で働いてきてたので岩手のエンジニアの方を全然知らなかったんですね。なので実際に岩手で活動するとなった時に IT でっていうニーズがあるかっていうこととエンジニアの人たちをあちら側でこう見つけて一緒にこうワークできるかっていうところが結構不安でした。それも探していく旅にはなっていくんですけども、やっぱりあちらが地元が落ち着かないところでイベントするのも何だなっていうのもあって、そこがどこのタイミングでやるかっていうことに対しては箱ジャパンの皆さんにいろいろ相談乗っていただいて勇気づけていただいたなっていう印象です。はい、ありがとうございます。そうすると関さんもこの頃に、その8日後のハッカソンまでに、ハックフォージャパンの呼びかけに応じてらっしゃるようなことを記録として見ているんですが、そこら辺いかがだったんでしょうか。そうですね、震災インフォ自体もともと私がその震災直後にコミュニティでやってた震災インフォっていうサイト自体はもう直後に始めてかなりこう活動をしていた状況でした。で、その中でハッカソンやるよっていうふうに聞いてですね、もともと Google のサービスとか使っていたので、その Google の地図担当の人から、メールをもらって、なんかこんなのあるみたいだけど、興味ないかって言われて、僕らのやっているたのがその地図上でいろいろデータを入れていくっていうことだったので、まあそういったものを広げていくことにもつながるかもしれないし、で逆に役に立てるようなそのデータを提供することで何かできるかもみたいにふうに思ったのが記憶にあります。で僕自身ハッカソンとかは結構やっていたので、そういう意味でかなりこう震災インフォというコミュニティだけではなくて、それをこうより外に広げるための、形として、HACK for JAPAN っていうのは結構視野を広げる意味で、すごい効果があったなというふうに感じています、ね。それでこの頃のですね、HACK for JAPAN の皆さんの活動を振り返ったときに、ちょっとこういったちょっと胸の熱くなるようなツイートがあるんですが、僕の存じ上げている高橋健一さんは普段すごく柔和な方でですね、なんかこうそういう人がこういう
なんかこうエモーショナルなことを言ってるってことにすごく僕は感銘を受けていたんですけど、ちょっと恥ずかしいですね。なんかすみません、なんかすごく、いやいや、こんなこういうことは外にツイッターで吐き出すこと自体若かったなというちょっと恥ずかしい思いもありつつなんですけれども、これはですね、その当時所属していた会社のサービスと、その世界カメラというアプリとそのサービス自体と、ハックオフジャパンというハッカソンが開催されそうな雰囲気というものを、その3月16日とか、ちょっと私も記憶がだいぶ時系列はあやふやなんですけれども、ツイッター上で何かできないかっていう、そういう流れができている中、自分たちも何かできないかっていう気持ちがどん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 大きくなっていく中で、で、その当時開発していたその AR のアプリというものが位置情報とも連動していったものだったということもあって、何か役立てることがあるはずだっていう強い思いがありつつ、でそれをそういうハッカソンで使ってもらえないかっていうことを会社の中で提案はしてみたんですけれども、ちょっとやっぱり否定的な方が多かったんですね。実際その神戸の震災を体験した人も社員の中にはいまして、で当時の思いとして、いやなんかいろんなことを外の人は言ってきてくれたのを覚えてるけれども、結局役に立ったものはなかったみたいなことも言われたりしてですね、でそれが一回提案して否定されて、でまた話してもやっぱり否定的な意見が多くて、結構しょんぼりしながら帰ってきた中、多分帰りの電車の中でやったツイートがこれだと記憶してるんですよ。しょんぼりしてダメかって思って電車に乗ったんですけど、やっぱりツイッター見てるとその遠くの状況とかもいろいろ伝わってきて、でまたしょんぼりした気持ちがぐぐぐぐっと持ち上がってきて、やっぱり何かやるべきですみたいなことを書いたメールっていうのが、そのちょっと熱くなってメールを書いてしまったっていう話だったと記憶してます。そこに書いてある私の頭から水をぶっかけてくださいって、その文字も間違ってるならっていう、この辺はちょっとなんか恥ずかしいんですけども、ちょっと冷静になれっていう返信も来たんですよ、その時。ちょっと熱くなりすぎじゃないっていう。なのでいや確かにまあ熱くはなってるんだけれども、間違ったことはしないはずだみたいな気持ちもあってですね、でなんかどこにも気持ちの吐き出し口がなくて、ツイッターに書いてしまった、というわけですね。でそのまま3月19日のハッカソンには参加されたんですか？ちょっと現地というか京都の方には行くまでにはできなかったんですけれども、ギリギリのタイミングでハッカソンジャパンの最初のハッカソンに世界カメラの API を提供するっていうのが理解を示してくれた人が出てきて、で API 提供をするっていうことはギリギリのタイミングでできたんですよ。ローバックに写真撮ってるものがあると思うんですけど、そこの端っこの方に世界カメラのロゴもあってですね、ギリギリのタイミングだったんですけれども、そこに入れてもらえてですね、この熱くなって書いたメールが最終的にはまあ功を奏したっていうことかなとは思ってます。で今のお話の中でも出てきて、その実際に神戸で被災された方がその現地で役に立つ立たないっていう話も出てきたと思うんですけど、小泉さん実際に被災地にいらっしゃって、で、まあ、こういう、まあ、冒頭ではなんか情報が断絶してたっていうことをおっしゃってましたけど、実際こういう活動っていうのは耳に入ってきてたんですか？そうですね、実はですね、3月19日あたりは、ですね、まだ電気も通知でない状態ではあったんですけど、それからちょっとして、実はですね、私のそのコミュニティ周辺の人たちの間で、Hack for Japan が話題になったんですね。で、それで耳に入ってきたんですけど、ただ実はですね、
最初話題になった時はちょっとネガティブ方面で話題になってたんですよ。ハックフォージャパンのハッカソンそのものに対してというよりは、議事録にですね、この東北だと IT の勉強会はないから、我々が行って勉強会やってやるっていうのも手段ではないかみたいなことが議事録に書かれて、でそれに対して東北のコミュニティがですね、反発が起きてたんですよ。なんで最初はハックフォージャパンに情報を触れたってなんです。私それが最初なんですね。私は結構普段は攻撃的な性格してるんですよね。そのツイートに関してはですね、結構穏やかな返事してて、で、ただこっちにやってきて一緒に勉強会やるのは大賛成なんで、大歓迎なので、ぜひ来てほしいですみたいなことを書いてたっていうのが私はその時のツイートです。で、はい、で、その、次の日ぐらいなんですよね。実際に及川さんが、仙台まで来てくれたっていうのは。まあ、やっぱりね、実際来てもらったっていうのがね、一番その、やっぱ話をとかね、そういった思いを通じさせる場にはなったんじゃないかなと思ってます。はい、で、会津にいらっしゃった佐々木さんはいかがだったんですか？ですね、その前に、あれなんですね、アンドロイドのハッカーソンっていうのを2009年ぐらいに Google で主催したのがあって、それに参加したんですよ。で、その次の年に会津 IT フォーラムっていうですね、イベントを会津で、開催したんですけど、その時の基調講演が及川さんで、あと北村さん、 Google の北村さんと、あと白石さんですかね、に来ていただいて、それでですね、まあ、震災の前の年になるんですけど、まあ、HTML5 でソーシャルゲームを作るっていうハッカーソンをやったんですね。それでちょうどまあ大学ともそこら辺でコミュニケーションを取ってたんで、なんかそのハッカーソンをやったりとか、まあ、そういうことに大学が理解がある状態だったので、それで2回目からですね、そうですね、すぐに参加させていただいて、で大学の方もすぐに協力していただいて、で、まあ、2回目3回目、あとまあ市役所の職員の人とかも結構ですね、まあ、積極的にこうハッカーソンに来てくれたんですね。それでまあこうスムーズにこうあれ、ね、参加することができたという感じになってますね。で、なんか企業を垣根を越えて協力できるんじゃないかって最初及川さんおっしゃってたと思うんですけど、その企業の垣根を越えた先にいらっしゃった鎌田さんにお伺いしたいと思うんですが、まあ、今となってはなんか皆さんがここにいるっていうのはすごく僕には当然のことのように映っているんですけど、その当時の雰囲気としてその企業間とかでこのコラボレーションするとか一緒に何かをやるってことっていうのはどんなムードで捉えられてたんでしょうか？あ、そうですね、先ほどもちょっと簡単にお話ししたんですけど、当時のヤフーはですね、まだ体制が変わる前で、社員が外で名前を出して活動するのが非常に厳しい状況だったっていうのがまず一点あって、で、その中で自分が割とそのデベロッパーネットワークという、 API を公開するサービスの担当者だったので、こう使ってもらいたいっていう思いが API を使ってもらいたいっていう、 こう思いがあったので、割と勝手にこうハッカソンに協賛したりとかそういうのやってたんですね。で、社内の中で割とその例えばスポンサー料出すってなると結構こうリターンとしてその黒字化しないといけないみたいな当時の雰囲気があってですね、そういう中でいろいろ活動してる中で、当時川崎さん、当時はリクルートだったんですが、川崎さんらと一緒にこうマッシュアップアワードっていうような形のこうハッカソンイベントみたいなのを割とやってたっていう下地もあったので、今回みたいなそのお声掛けいただいた時とかについては割とこうスムーズに説明はしやすい状況だったっていうのがありますね。ただやっぱり一番最初のハッカソンの告知打つときは、そのうちのその当時の会社だとまず企画書を出して、で承認を得て、で偉い人の承認こう2つ3つ取った上で、さらにこう広報確認みたいな、当時プレスリリース打ったと思うんですけど、広報確認を通してみたいなのが通常のプロセスで、それがこう1日2日じゃ絶対収まらないっていうのが当時の状況だったんですけれど、やっぱり緊急事態下っていうこともあって、でまあ、問題ないようにできるだけ責任者としてこう果たすべきところは全部一応果たすような形ではしてはいたんですけれども、まあ、そういうのもあって今だと割とコラボレーションしやすい文化にはなったかなと思うんですが、当時はちょっとやっぱり難しかった側面あるんですけど、やっぱり震災って大きなその災害が起きた時になんか大きく変わったなっていうのは印象としてはやっぱり当時としても感じましたね。後で怒られておきますっておっしゃってたと思うんですけど実際怒られたんですか？はい、これ確実に怒られるかなと思ってたんですけど、特に怒られることもなく、さっきちょっと簡単に名前だけ出したんですが、富樫さんっていう人がちょっと偉い人とパイプがあったので
そこでだいぶよくしていただいたんだと思うんですけど、普通だと結構怒られた流れではあったんですけど、まあでもやっぱり震災っていう災害時緊急事態のなんか元だと割と人道的なものは認められるっていうのはなんかあってよかったなと思いました。ワイルジャパンリカバリングウィーハックっていう作られた背景とかってなんかお伺いできました？いつ頃何月頃に出てきたかちょっと、少なくとも5月の時はまだ仙台とかでハッカソンやった時はまだなくて、7月にまた各地で東京含め東北の各地でもハッカソンやった時にはそれが背中に書かれた T シャツを着ていた記憶があるので、多分6月ぐらいとかにみんなでスタッフの皆さんで、なんでメーリングリストで議論してたんですかね。当時だとスラックもまだなかったと思うので、その中でなんかコードでみんながそのみんなの思いをこう一つにできる標語というか何かをコードで表現しようみたいなことをどなたかが多分提案してくれたと思うんですけど、その中でじゃあどういうコードにしようかって言って、まあエンジニアですので、そのいや JavaScript のような書き方がいいとか、いや C++ のような書き方がいいとかいろいろあって、でしかもその while のその条件式のところも japan.recovering も何でしたっけ、最初は recovered 復興するまで復興したらっていうところだった表現になってたものを、いや復興っていうのは終わりがないというか、そのずっと続けていくべきことなんだから、リカバリングっていうその進行形に変えて復興に向かって進んでいく限り我々はハックし続けるっていう e.hack っていう表現に、いろんな人の意見が組み合わされて最終的にこうなったっていう。今メールスレッド発見しました。すごい、素晴らしいですね。T シャツ企画で T シャツに何入れようっていうところで、それで石野さんが最初にコードを入れた方がいいんじゃないかって言ってて、で川崎さんが JavaScript 的に正しく解釈するとっていうので言いまして、初めはなんかね、311より後ならばっていうふうにしてたのが、それじゃ良くないからっていうんで、イコールイコールリカバードっていうのをこれ高橋さんが言い出して、でそこをみんなでいろいろリファクタリングしてって今の形になったって感じですね。ちなみに今日これ映ってますかね。素晴らしいです。来てます。当時 T シャツ屋になって寄付をみんなに集めるのがいいんじゃないかっていう議論もあったぐらい。いや、かっこいいですからね。やっぱりそのハッカソンとかいろんな活動がその単発になることが多いんですよね。でもやっぱりこれ半年後には半年後の問題があって、1年後には1年後の問題があって、多分復興に10年ぐらいかかると、復興するまでみんなで支援をできることをしていこうっていう気持ちを新たにしたっていうのが、ハッカソン自体、実際感想としてどうだったでしょうか。はい、プロスコンス両方あると思います。はい、で非常にいい打ち上げ花火になったと思います。打ち上げ花火っていうとちょっとネガティブなイメージが強いかもしれないんですけれども、やっぱりこれで多くの方がまず白鵬ジャパンの活動に参加しようと思ってくれた方々が多く、まあ、先ほど関さんとかいろんな人もあったんですけど、実際にはここの今いるメンバーもこの最初のハッカソンに参加したりとかしたのは実はまだ少ないんですね。でこれの後に3月中にだいたいこのコアメンバー、他にもチェットコアでその当時動いていた方もいるんですけれども、それがこう集約したって形になってるんで、いい意味でのこう花火、我々はやっぱり開発者として何かやろうじゃないかと。でそれぞれ、独立独自にやるのもそれは全然いいんだけれども、少なくとも情報交換し合ったりだとかしようっていう形で、一種ここがやはりその開発系のところで支援しようっていう人たち の軸になったっていうところが非常に良かったと思います。で一方この後も我々やっぱりハッカソンっていう手法にこだわり続けるところはあったんですが、夏ぐらいにちょっと方向転換し、さらに1年後にもっと変えていく形になるんですけれども、ハッカソンってやっぱり短い時間で作り上げるんだけれども、作って終わりなんですよね基本的には。
その後本当に使われるものにするためには育てていかなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱりそのハッカソンって手法が必ずしも育てるっていうところにふさわしい手法じゃなかったっていうのが一つと、それともう一つは、まあ、ここはいろんな形でアイデアを事前に今はなくなってしまった Google Wave で議論したりだとか、同じく今はもう外向けに出なくなった Google モデレーターっていうような、そういったその投票システムがあったんですけれども、それで被災地の方も一部いたと思うんですけど、全国津々浦々の方から意見が集まってきたんだけども、その意見とかアイデアってやっぱりその、まあ、おそらく小泉さんとかの方が詳しいと思うんですけれども、現地の本当のニーズに即したものではないものも多かったんですよね、うん、なので実際ユーザーの課題分からないまま独りよがりで作ってしまうものが多かったっていうのがあったと。なのでそれが反省点になるかなと思います、うん、なるほど。で実際に4月の6日ですかね、宮城の方に及川さん訪問されてると思うんですけど、結構記事とかで書かれているのが IT どころじゃないというか、その IT で今そんなことやってる場合じゃないみたいなことを言われたというような反応があったりとか、そういうことも拝見しているんですけど、実際どんなムードだったんでしょうか。実際に支援物資を持ってったりですとかしたこともあって、その反発が別にすごい多かったわけではなかったりします。ただ一方、まあ、僕が言ったのってまだ1ヶ月経ってない時だったんですよね。そうするとなんかその本当にまだ人が生き死にしているようなところとかの話をするときに、やっぱりその IT で何かその支援っていうのは、その現場で本当にスコップ持って作業しているとか、そのすぐ近くでやられている方からすると、なんか地上でこう一生懸命やってる人たちにこう空中戦で何かやってるっていうか、その何だろう、浮世離れしてるというか現場感がなさすぎる話だったりするんですよ、はいはいはい、でこれはこれででも本当は大事なんじゃないかなと我々も思ってはいるんだけれども、はいはい、なんかそこに齟齬があったりして、でこれ私じゃなくやっぱりそういったそのネット系のジャーナリストの方も言われたんだけれども、隣でスコップ持って土砂をこう何でしょう、こう家の中からこう出してるところで、隣でひたすらそれをやらずにカメラを持って写真撮ってツイッターにツイートするってことをやれないし、まあ、やらなきゃいけないんですけれども、そこに対する反発は確実にあってと思うんですね。我々もそれに近い活動だったと思うんですよ、うん、はい、なのでそこはすごい感じましたね。でもだからこそ、まあ、もともと発行ジャパンを開始した時の思いっていうのは、その災害ボランティアの方とか自衛隊の方がライフラインという形で電気水道などを復旧させるんだけれども、ネットが一番遅かったんですよね。でやっぱりネットが私とか、まあ、ここにいる人たちからするとライフラインになっているっていう自負があったし、その上で動くいろんなものが被災地の人たちを救うっていう自負があったと思うんですね。特にやはり情報っていうものが非常に大事だっていうのがあると。ただそれがやっぱり理解されていなかったのは、我々やっぱりそれに携わっているまあ、プロだと思うんですけれども、プロの人たちがそれまでにやっぱりその IT の価値というものを伝えきれていなかったところがあり、そういうのの積み重ねがやっぱり IT で何かつっても、何そんな生ぬるいこと言ってんだっていう的な感じの反発になったんじゃないかなと思います。ですからその後もやっぱり確実にやっぱりその実績を出していくっていうことをしていくしか方法はなかったんじゃないかなと思いますし、まあそれから10年経ったのを見ると、そこは別に我々だけじゃないんですけども、いろんな人がいろんな努力をした結果、IT もライフラインの一つであるし、情報をしっかりと正しい情報を共有することこそが人の命を救うっていうところっていうのは、もう十分理解されるような社会になったのかなと思います。実際に訪問されている会社さんの一つに、当時小泉さんが所属していたサイエンティアさんがあったと思うんですけど、はい、なんかその時は、ま、小泉さんいらっしゃらなかったっていうお話ですけど、ですね、確かにですね、4月6日時点って私もですね、自宅にまだ住めてない状態なんですね、家が水浸しになってて、で、2ヶ月近く避難生活してたんで、親戚宅に避難してたんですけど、とはいえ、ですね、一応4月6日はですね、私もすでにサイエンティアに出社してたんですよ。あ、そうなんです。はい。ただ、4月6日出社した時は、及川さんがちょうど
会議室かどこかに来てるときに私出所はしてたんですけど、社長からは特に及川さんに会ってみませんかとか、そういう話はなかったので、残念ながらなかったんですよ。で、なくて、で、その後に、トライポッドワークスの佐々木さんから誘われて、で、及川さん、ハックボージャパンの及川さんが、東北のコミュニティの、IT コミュニティの人たちに入りたい。で、当時私は東北デベロッパーズコミュニティっていうのをやってました。まあ、今でもやってるんですけど。で、その東北デベロッパーズコミュニティの小泉さんも来たらっていうふうな話で言われて、で、そこで初めて及川さんに会ったっていう形ですね。はい。なるほど。その避難生活というか、避難所とか、どこかにいらっしゃったんですか？親戚の家ですね。そうですね。私が住んでるところはですね、海面より低いんですよ、地面の位置が。なので、なかなか水引かなくて、はいはい、であと庭でね、ボラが泳いでたりとかですね、はい、そもそも家に入るのが大変な状態になっててですね、はい、家の中に入れたのも2週間以上経ってからですね、で、なんで、いろいろ片付いたりするまで、親戚宅にずっといたって形です。はいはいはい、その当時で、及川さん訪問して、で、それで IT による支援がしたいっていうような、多分お話とかもあったと思うんですけど、なんか、実際、そういう余裕っていうのは ある状態なんですか、その時期っていうのは。まあ、実は、当時、その余裕がなくなってる人って、どちらかというと、津波とか地震によってお仕事自体がなくなっちゃう人たちだったわけですよ。で、私は IT の方面なんで、直接お仕事がすぐポンってなくなるってわけじゃないんですね。ただあれです、当時私の弟が漁師見習いだったんですよ。まあ、弟の方は職場が流されちゃったので、多分生活の手段もなくなったっていう状態で、で、まあ、そこで何かできないかっていうことで、まあ結構ね、日本でも最初期のクラウドファンディングになったら、ウラトミノコ再生プロジェクトっていうのを立ち上げるっていうのの、なんで、及川さんに会ったときは、それを立ち上げるための準備をいろいろやってた。家がなくなってるわけじゃない。うん、で、宮城県の私がいる塩釜市に、ウラト諸島っていうね、離島があって、はいはい、で、まあそこが、まあ、だいぶ被害が激しかったので、で、うちの弟の職場がそこだった。会津若松にいた佐々木さんはどうだったんでしょうか、その4月初旬というのは。そうですね、なんかまあ、会津とかだと、あれですよね、地震の直後は、まあ、古いビルにいたので、結構ですね、こうオフィスがぐちゃぐちゃになってたんですね、ただ、それはまあなんとかなるなって感覚だったんですけど、あれですよね、原発事故の方がちょっとこう時間差でこう爆発するわけですよね、それでやっぱり当時は、まずうちのあれですね、スタッフをまず、まあ、あれですね、その在宅で。開発できるようにまずしないといけないっていうのと、あとは結構その留学生のアルバイトが会社にいっぱいいたんで、ですね、もうみんなとりあえず国に一回帰りましょうみたいにして、で急いで飛行場に送ってって僕がありますね、新潟空港まで行って、それでまあとりあえず一回帰れる人は帰ってくださいみたいな感じで、それで落ち着いたらちょっとまたあれですね、開発、まあ、アルバイト再開しましょうみたいな感じでですね、だからそのハッカーソンとかあれですね、開催してても多分そっちの方にはなかなかこう気がいかなかったっていうタイミングですね。なるほど。やっぱり、はい、宮城とは違う方、はい、その原発っていうものがありましたよね。そうですね。なのでちょっとこういろいろとこう情報もあれですよね、整理されるまで結構やっぱ時間差が最初あったかなっていう感じですね。はいはい。でその中で、2011年の5月21日には第2回のハッカソンが開催されることになりまして、でそこで会津若松も加わっていると思うんですが、その時には佐々木さんは携わっていらっしゃる。そうですね、そうですね、はい、はい、それでまあ及川さんと前の年にその及川さんとかに来ていただいてですね、大学でこうあれですね、ソーシャルゲームの勉強会みたいなのやってたので、はい、大学側もですね、すぐそのちょっとこういうハックオージャパンっていう団体があって、ちょっとこういうことやりたいんだって言ったらすぐにその協力していただいて、あとやっぱりその心強かったのは会津若松の職員の方ですね、みんなボランティアで来ていただいて、それでもう積極的に参加していただいたっていう形になってますね。はい、で第2回の、他にも仙台がその時に加わっていると思うんですが、仙台会場は小泉さんが
携わられてるんですか？そうですね、第2回の時はまだ関わってるっていう感じで、本当に関さんにいろいろやってもらってた感じでしたけどね、私は。関さんが実際はこう主導していったような。難しいですね、うん。割とハッカソンは結構本当にこう たくさんの人が参加して技術力も高いなと思ったのは覚えてますね。ちなみに仙台会場の雰囲気っていう意味だと、東北で最初のハッカソンだって話さっきしましたけど、はいはいはい、なんで今まで触れてなかったタイプのイベントなんですよね。なのでその IT の勉強会っていうと誰かの話を聞くっていうのが中心だと思ってた。もしくはハンズオンでこういう風にしてくださいよって言って作っていくとかね、それがメインだと思ってたっていうところに、こういうタイプの IT のイベントもあるんだっていう、でその面白さを東北の人たちが知ったっていうのがその仙台会場だったと思います、はい。なるほど。なんか楽しそうな感じですごい良かった、うん、はいはいはい、そうですね、はい。会津も佐々木さん、そんなムードなんだんですかね、どうなんでしょうか。そうですね、会津も、まあ、学生とか結構ですね、そのハッカーソン的なことを結構学校の中で震災の前から結構やってたんですよね、うん、だからもうそのすぐ参加する学生なんかも集まるのと、うん、あとやっぱりそのあれですね、当時はそのガイガーカウンター勉強会、まあ、ハック法ガイガーっていうですね、まあ、ハック法ジャパンと連携しながらやったガイガーカウンターを自作するイベントってのやったんですけど、その時はあれですよね、講師の人は四国から来ていただいて、それで日本中から来ましたね。日本中からガイガーカウンターを作りたいみたいな。で、まあ、当時の福島の状況っていうのはやっぱりその一番やっぱり大変だったのはその放射能の状況がどうなってるかっていうのはやっぱり正確な情報がないんですよね。でガイガーカウンターを買うにしても、まあ、なかなか手に入らないのってものすごい高くなっててですね、それでまあちょうどそういう時に、じゃあガイガーカウンターこう自作しましょうみたいなことをやってるですね、四国の人たちがいてですね、でその人にたちにあいつに来てもらって、それでそのガイガーカウンターのこう自作みたいなのを始めたという形になってますね。はい、なるほど。いろいろ地域によって状況が違う中 で進んでいくと思うんですが、で6月7月頃には、宮城県と岩手県の沿岸部を訪問されているんだいるという記事を見たんですけど、確か小泉さんに連れて行っていただいて、うん、塩釜を視察させていただいていて、で一旦入った当時、塩釜入った当時6月か7月あたりだったと思うんですけども、その時はもう塩釜の駅であるとかそのあたりはだいぶこう綺麗になっていて、町の機能自体は復旧しているようには見えたんですけれども、その後連れて行っていただいた浦戸諸島で、浦戸諸島がその防波堤的な役割を果たしてこう津波被害から塩釜をこう一定程度守ったってお話を伺っていて、で実際にその塩釜のこう駅近辺であるとか塩釜の街中はそれほどこうよくこうテレビで当時見ていたような状況ではなかったんですけれども、浦戸諸島入ったらもう状況が一変していて、でも凄まじいこう津波被害の状況があって、家もほぼこう破壊され尽くしていて、で残骸も全然片付いていなかったっていうような状態でした。で、まあ、当時で言えばまだその状態のこうエリアっていうのはそんなに多くはもうだいぶ片付きつつあった時期ではあったとは思うんですけれども、まだ全然手つかずな部分が非常に多くて、で、まあ、3月11日のこうそのままの状況がこう視察で見えたっていうような状況でした。でやっぱり当時先ほどこう及川さんもおっしゃられてたんですけれど、こうハッカソンでこう作られるものがその現地のニーズと合ってないんじゃないのかっていう話みたいなものあったと思って、あったと思うんですけども、やっぱりそういう課題感があったので、記事書くときとかできるだけその現地の状況をこうエンジニアの人たちにこう伝わるように具体的なイメージが湧くような、まあ、ものを書こうっていうような形で確かレポートした記憶があります。実際に小泉さんと岩切さんに受け入れる側としていろいろ動かれてたというお話聞きますけど、ちょっとじゃあ岩切さん、その現地を
まあ、でも岩切さんは当時東京にいらっしゃったんですもんね。博報ジャパンの中で、被災地を見てないのにこれから先のことを考えるのはなかなか難しいっていう、うん、あの意見が皆さんからあったんですね。それで、小泉さんと私と手分けして、あの日程を出して被災地ツアーっていうようなことをしようってことになったんですけれども、岩手に関して言うと、まず泊まるところがまず全然あのホテルとかがまだやってない状況で、なので私の家に泊まっていただいて、それで、2泊3日で沿岸をずっと車でロード回るっていうようなことを関さんと、川崎さんご夫婦と、2泊3日でやったんですけれども、あのその時に、どこに IT のニーズがあるかっていうのも分からなかったので、ボランティアセンターが一番あの IT でボランティア やりたいって受け付けてくれるかっていうことだったり、逆にボランティアセンター自体の運営で IT が使えるんじゃないかっていうようなニーズがあるんじゃないかということで、そこに絞ってあの聞き取りをしていったんですけれども、リキさん全然なかったんですよね、 IT のニーズがね。本当に衝撃的でしたね。何もできることはないみたいな。本当に紙で綺麗に回ってて、うーん、それでそのがれきとニーズのないこうダブルパンチでこう言葉をなくしながらの 2泊3日のツアーの最後に、あの関さんがあのご紹介されたということで、あの当時東北最大のボランティアセンターが遠野のマグクロネットにあって、そちらにお邪魔した時に、いや待ってた IT の人たち待ってたよってやっと言われて、うん、やっとお話が言葉が通じる人に出会えたっていう喜びがそこで、本当救われた気分でしたね、あの一言は。じゃあそれまでは本当にもう何もニーズとマッチしないっていう中で2泊3日最後の時に行ったっていう感じなんですか。そうですね、あの大槌、釜石、住田町、大船渡、陸前高田と回って最後に遠野に入ったんですけど、その遠野のところでその話が出たっていうところでした。でやっぱり大規模な人が管理できないほどのデータがないと IT って必要ないんだなっていうのもその時すごく思いました、うん、はい。で、じゃあぜひぜひなんかいろいろやりたいからっていうふうなことを言っていただいて、時間もなかったので、その今何がどういうところでお困りなのかってこともお聞きできなかったもんですから、そこでハッカソンをやろうということになって、それにつながって7月のイベントにつながっていくっていう感じでした、はいはい。実際そのイベント自体はどんな感じで行われてたんですかね。とにかくエンジニアが岩手県にいるのかっていうのが来てくれるのか、うん、岩手って四国と同じ大きさなので、わざわざその来てくれるのかっていうところもすごく不安だったんですけれど、ふみさんに5人来たら成功だと思うっていうふうに言っていただいて、やったら最終的に32名の方に来ていただいて、それで遠野マグクロネットさんとしては、使いづらいホームページのリニューアルをしたかったんだけれども、どういうふうにしたらいいかわからなかったっていう問題があって、まずそれをやるチームと、あと、写真を流されてしまって汚れてしまった写真をどういうふうに洗浄するためのプロセスを、モダン化できるかっていうことを一緒に考えてほしいっていうニーズだったりと、これは私がやりたかったんですけど、仮設ネットカフェを立ち上げたいなと思って、さっき及川さんから話があった通り、インターネットの復旧がなかなか遅かったもんですから、今一番情報を探したいっていうニーズを答えられるのはネットカフェかなと思ったので、ネットカフェをなんとか誘致したいっていうのをやったりとか、あとマニュアルを作ってみんなに配りたいんだけど、パソコン使ったことないんでマニュアル作り方を教えてほしいっていうような
ニーズもあったので、そのマニュアルのライターさんがたまたまいたので作っていただいたりということで、あのアイデアソンとハッカソンと両方やって、その実際困ってる人たちのニーズから何かを作るっていうようなことができた2日間だったなというふうに思いますし、それが終わってからもその真心ネットのホームページリニューアルは成功したり、ネットカフェが実際に立ったりみたいなことになったので、あの継続したプロジェクトが運営ができたイベントになったなというふうに思っています。はい、で、あと面白かったっていうか笑い事じゃないんですけど、ここそのやってる最中に震度5の地震があって、あのいやー本当近いってこういうことだなっていうのをすごく感じました。関さんから補足あったらお願いします。あの参加して思ったのは本当にあのやっぱまずはその遠野という場所に行って、そのニーズがちゃんとあるってことを確認できたのは本当に良くて、その思ったのはそのやっぱ現場の課題をちゃんとなんか IT でやったらこういうことできるんじゃないかみたいなことをこう思える人っていうのがすごい必要なんだっていうのが分かったのが一つと、あとはそのすごいこう最新の技術とか必要なくて、あの枯れた技術でもいいから、ちゃんとこうニーズに合ったものをしっかり作れば、あの喜ばれるし、使われるし、あのそこからそのちょっとしたことでもこう手を動かすことで、こうつながることで信頼関係がどんどん蓄積されて、で、なんかだんだんと大きなことができていくみたいな、そういう入り口としてのハッカソンっていうのはすごい大事なんだなっていうのを思ったっていうのが印象的でした。はい、そこであのプロジェクトディスカッションということで、その半年の振り返りっていうのを行われていると思うんですが、この中であのケニさんに書いてた記事の中でその痛みを伴ったという表現が出てくるんですが、ここがすごく実際どういうことを話し合っていたのかとか、どういうところが痛みを伴ったっていう部分なのかっていうのをお伺いできますかね。これはですね、痛みを伴ったっていう一言に集約したことに、いろいろそのあまりこう表でピラに話さない方がいいぐらいの、そのちょっと厳しい意見も出たりとか、はい、そういったことがあったんだなっていうふうには感じていただきたいなと思うところなんですけれども、特にその私はいろんな人の意見を聞いて記事にまとめたという感じではあるんですけれども、その、まあ、記事にも書いたことなんですが、本当にハッカソンで出来上がったものっていうのが本当に役立つものなのか、この震災復興に役立つものなのか、本当に震災復興に使われることを考えて開発しているプロジェクトなのかっていうことを、改めて見つめ直そうという趣旨で行われたイベントがこれだったんですね。はい、この、今日のこのミーティングというか、セッションの冒頭の方で及川さんからも半年ぐらい経った頃に、その方向転換をしたというような話もあったと思うんですけれども、それがまさにこれで、特に、被災地から離れたところで開発されたものなどは、もちろん、エンジニアが何かしたいっていう気持ちを、受け止めるという、受け止める、ちょっといい表現浮かばないですね。そういう気持ちを受け止める場としてはとても良かったとは思うんですけれども、じゃあ、被災地で、実際に何かあったところで、復興支援に本当に役立つものなんだろうかっていうことを、取捨選択ではないんですけれども、今後、ハック・フォー・ジャパンとして、このプロジェクトを支援していくべきかどうかという判断を、その当時、アクティブだったプロジェクト一つ一つに対して、みんなでディスカッションしていくっていうようなイベントだったんですね。これをご覧いただいている方で、今後震災とか何か災害があったときに、やっぱり繰り返しちゃいけないことがあるから、私たちここでこういろいろ話していると思うんですよね。
なので、多分すごく重要なのは、最初のハッカソンの時にやっぱりこう作りたいものを作るっていうのも重要なんですよね。やっぱりそのエネルギーがないとダメなので。でもそこがやっぱり自己満足なのかとか役立ってないんじゃないのかっていうのは、やっぱり自問自答しなきゃいけないと思っていて、でさっき和桐さんにお話しいただいた遠野真心ネットの、発行遠野は、発行ジャパン遠野は最初から皆さん何が必要ですか、欲しいものを作るのを助けるためにみんな来ましたから始めたんですよね。欲しいものをなんかホワイトボードに全部出してもらったんですよね。そこから始めたので皆さんも喜んでくれるし、作ったものが役に立ってるっていう気持ちがあったと思うんです。そこからやらなきゃいけないと思っていて、でさっき拓也さんが4月に東北に行った時は反発を食らったみたいなお話あったと思うんですけど、私4月6日7日に全然別に東北に行ったんです。でその時はやっぱりね、必要なものは必要なものなんですかっていうとやっぱり出てくるんですよね。で例えば、その本当に原発の近くのところから逃げてらっしゃった自治体の方とかはすごくネットが遅いんだけれども、現地の状況を見るために Google Earth で一生懸命こう衛星写真を見ていて、でもネットが遅いし、その避難をしてきている仮の事務所なので、まあ、プリンターとかもね、あんまりなかったりするんですよね。これが困ってますと。なぜかというと、り災証明が出せないと。本当に困るわけですよ。役所としては、り災しました、り災証明を出して、その人にお金が来るっていうのが、そこの現地に行けないので、り災証明が出せない。で、じゃあ、アースでずっと見ていっても、それを証拠して出すのは結構大変。なのでちょっと東京に帰った後にその Google Earth で全部こう住所渡すんで罹災証明が出せるようにスクリーンショット撮れませんかとか、あとマップ地図化しなきゃいけないこといっぱいあるんですよね、自治体って。だけどマップを作る技術とかやっぱりお役所の方になかったんですね、当時で。全然使われてないフュージョンテーブルっていうサービスがあって、すごい簡単なんですよね。いろいろこう情報を入れるとあら不思議マップになるっていうのがあって、まあ、そういうのあるんですけどって言ったら、すごい便利、これで全部マップにしますわっておっしゃってくださったりとか、あと津波で、自治体のなんかメールサーバーも全部なくなっちゃってローカルだったらしくて、でなんか G メールであればメールも存続できるとか、なんか聞いていくとあるんですけど、そこを最初に聞いてあげる。遠野でも最初には何が必要ですかっていうのを聞いてあげる。そこから作るところに行くっていうステップを端折っちゃいけないなっていうのがすごく大きなラーニングだったと思うんですね。なるほど。その半年間でこうそういうまず聞くってことにこう考えがこう向かっていくわけですかね。そうですね、まあ、4月に行った時はだからまあ半月 1ヶ月ぐらいかな、だからまあその時から多分やり始めてはいたと思うんですよね。やり始めてはいたと思うんですけども、やっぱり仙台でハッカソンするとか、その京都ではなくて最初京都で想像でものを作っているところから現地に行かないとダメだ、現地と皆さんと一緒に困っている人と一緒に作ろうっていうふうにどんどん変わっていったので、そこが多分重要なんだと思うんです。なるほど、ありがとうございます。ということで、これまでの半年間を振り返ってきました。東北での活動とその影響についてということで、まあ、皆さんがこれまでその10年間の中で東北中地方のコミュニティだったり、まあ、実際に白鵬ジャパンとして支援をしたりっていうことをやってこられたと思うんですけど、各コミュニティ活動を現地で行っている人とか、実際に現地で会社をやっている人とか、その白鵬ジャパンの活動の延長線上でそのどういう影響があったのかっていうのを、皆さんにちょっと聞いてきましたので、そこのメッセージをちょっとご紹介させていただければなと思います。でまずは、会津で、ハッカソンなどに参加された前田さん、デザイニウムの前田聡さんですね。ハードウェア系のハッカソンやテックの街づくりに生かそうという流れができて、ハクフォーナウタウンなどの活動が生まれた。僕はこれを聞いてテンション上がったんですけど、復興支援という視点だけではなく東北のテックカルチャーを変える種をまいたと思いますっていうところが、もう本当に皆さんに聞いてほしかった言葉で、楽しさというか
その文化自体を作っていくっていうようなことが、あの前田さんの言葉からは感じられると思います。佐々木さん、いかがですかね。そうですね、まさにこの言葉に尽きるなと思いますね。やっぱりその復興の、まあ、震災の後っていうのは特に、まあ、福島もそうですし、東北中でこうハッカーソンとかですね、やっぱそのネットワークっていうんですかね、こうエンジニアのつながりとか、あとそのいろんな人がこうあれですね、こう例えば会津にもいろんな方が来ていただいて、でいろんなことがですね、こうなんか活動として活発化したのかなというふうに思いますね。だから本当にその、はい、それがあったおかげで今ちょっと会津もですね、だいぶ変わったのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。他にもですね、メッセージご紹介させていただきます。で、白鵬岩手の鈴亮さん、10年前に被災地のために何かできないかということで活動しており、今も変わらずコロナ禍においてもコロナ対策サイトをメンテナンスしたりとか開発されたりとかしていらっしゃるということで、この10年で市民側の IT リテラシーが向上しているので、また今ハックで生まれるようなものがより市民の人たちに受け入れられていく時期になっているのかなということでした。はい、でもう一つ西条さんからいただいてます。ハックフォージャパンに携わったことでいろんな活動につながっていったと。で、東日本大震災以降もいろんな災害がありますけども、当時の気持ちですかね、支え合っていきたいということで、はい、いただいてます。で、もう一つ、増沢さんからは、白鵬岩手の活動で、まあ、岩切さんが中心となってコミュニティの方に声をかけたことで、まあ、つながりが生まれていったと。で、今でもそのつながりというのは根付いているというような、はい、内容のメッセージをいただいております。で、もう一つ、イトナブという、結構その東北で白鵬ジャパンの活動を語る上で欠かせないような彼らイトナブがいるわけですけども、イトナブの古山さんからのメッセージです。石巻では震災以前はプログラムを学べる機会がほとんどありませんでした。で、やっぱり一番大きなところっていうのが、僕も私もこんな大人になりたいっていう目標をその白鵬ジャパンはその東北各地へもたらしてくれたんじゃないかなと僕も思っているんですけど、ここはイトナブのかっこいい背中でしたっけ、及川さん、肩書きがあったと思うんですけど。はい、そうですね。僕は、ね、石巻では酔っ払った記憶しかないんで僕より高橋さんとかの方がいいんじゃないかなと思いますけれど、まあ、きっかけだけ言うと、なんかそのやっぱり2012年に石巻で頑張ってる若者がいると、当時古山さんもとても若くで、なんか手伝えないかっていうふうに会社の同僚から言われて、それで話してみたら、なんかプログラミング教育やるんだっていうふうに言ってて、でその石巻ハッカソンっていうのの最初の年だったのかな。でそのブートキャンプ部門っていうのがあり、工業高校の子どもたちに2日半でプログラミングを教えるんだけどっていうので、そこに参加してからこう関わった感じですね。でやっぱりいろんな震災への関わり方があるなと思っていて、本当に復旧復興っていうところで IT を使うっていうのもあると思うんですけれども、一方でやはりいろんな形で心に傷を負ってしまったり、将来への夢や希望が一時的になくなってしまったような若者たちがいて、彼らに何か力を与えるには、やっぱりその IT 教育プログラミングだっていうのは、まあ、その、業界にいる人間としては信じるところがあったので、そういったところをこうお手伝いしたような形ですね。でもここは本当に高橋さんとかの方がもうがっつり関わってると思うので、高橋さんも何か補足があればお願いしたいんですけど。本当に及川さん今言っていただいた通りなんですけれども、ちょっと見方を逆にと言いますか、我々何かしたいと思っていた側にとっても、これはすごくいい出会いでしたね。その何かできることないだろうかって思いつつも、イトナブと出会ったのは2012年の夏ですので、すでにもう活動始めて1年は過ぎていたんですけれども、何かやりたいって思いながら東北の方にも何度か足運びつつ、あまり本当に役立てているんだろうかという感じがない中、ずっと時間が経ってきて、でこのイトナブと出会っ
って若者、高校生とか大学生の人たちにまさに自分たちが得意としてきたことでプログラミングを教えるというか一緒に楽しみながら作って、で本当にすごい喜んでもらえたんですよね。でその体験がですね、やっぱり初めて役に立てたっていう気持ちがこちらにも起きたんですね。まあ、いろんな活動の方法があるのでそれだけが全てではないんですけれども、私の場合特にその初めて本当に役に立てたなと思ったことがこの営むとの出会いでしたね。はい、そんな中、はい、多分営むの活動とも関連が深いと思うんですけど、東北テック道場ってこれはふみさんもすごく中心になって関わってると思うんですけど、フィッシュから言葉を言ってもらってます。で当時学生だったんですけど、やっぱりここにも書いてある通り、その発酵ジャパンのエンジニアの皆さんが一切否定せず教えてくれたってことを書いていて、で結果的にエンジニアになろうということで、今彼は立派なエンジニアとして、その何でしょうね、夢をこう叶えているっていうか、ちょっと胸が熱くなるようなメッセージなんですけど、ふみさんいかがですか？ありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱり東北テック道場を作ったそもそもが僕たちの町に未来はあるんですかっていう子どもたちだったんですよね。やっぱりその農業も漁業も工場もなくなり、お父さんがお仕事なくなりましたっていう状態で、やっぱり子どもたちはそこを見ていたので、なのでその私たちの会は君たちの町に未来はある、君たちが学ぶんだ、プログラミングを、ね、手に職をつけてここでなんか自分たちがこう町の未来を作るんだっていうのを思ってほしかったので、まあ、そこがもともとの発端だったんですよね。あと、まあ、学校にしなかった道場にしたのは、やっぱりその口を開けて待ってたら誰かが教えてくれるっていうんじゃなくて、もう自分で学んで自分が学んだことは次の人に教えてねっていうことを伝えたくて、なので、そういう意味ではですね、もうフィッシュがまさにこう体現してくれていたのが、私たちが最終的にはその道場生として来た人たちが道場主になるとか、次に教える講師になるとか、まあ、きちんと自分でエンジニアになっていって次を育てるっていうところまで行って、初めてこれ成功だって言ってもそこまでは続けるって言って今10年間続いてるので、まあ、そういう意味でフィッシュとか何人かもういるんですよ。その、はいはいはい、初めてプログラミングしますって言って初めて来て何もやったことがない状態で来てた子が、その後大学生になって別の道場の道場主になってエンジニアになって講師として教えに今行っているので、なんかそういう循環ができたのはすごく良かったなと思ってます。なんか今でまさにサステイナブルなみたいなところですよね。でそのちょうど営むに今いるペンさんという方もそのトークテック道場で、多分そのフィッシュたちが学んだ後に彼らがそのメンターとなって、活動する中でエンジニアとして、今は頑張っているという方なんですけれども、そのやっぱりここで言われているのがその学べる機会を生んだっていうところがすごくやっぱり皆さん口を揃えてそういうふうに言っているので、その持続可能なそのトークテック登場っていうのがまさにこの成功を してるんじゃないかなと思う言葉だなと思っております。はい、でもう一点、この方、澤田さんは当時は小学生だったということで東北テック道場に参加されてエンジニアとしてキラキラ働いている人と接することができたということがすごくやはりこの発酵ジャパンの活動だったりその支援する人たちの活動が良い影響を与えていって自分も支える側になっていきたいと、まさにさっきふみさんがおっしゃっていたようなことが伝わっているんじゃないかなと、はい、感じました。であとその他にも2012年の、大体6月くらいからオープンデータっていう言葉が結構発酵ジャパンの記事の中でもたくさん出てくると思うんですけど、この会津若松市役所の、伊藤さんからもメッセージをいただいてて、でこのオープンデータの使われ方をこう示してくれたんで、それが楽しそうってやっぱりここに尽きると思うんですよね。さっきも前田さんも楽しそうっていうところがあったと思うんですが、で他にも会津若松市役所の、元島さんにも、ハクフォタウンは今を振り返っても斬新なハッカソンでやっぱりここでオープンデータとかシビックテックっていう
ワードが出てくると思うの で今実際会津若松市はすごく力を入れていてスマートシティというものに取り組んでいるので、まさにそういった流れとその白鵬ジャパンっていうのの活動が実を結んでいるんじゃないかなと思ってるんですけど、関さん、この、コードフォージャパンも立ち上げられて、こういった動きについていかがですかね。オープンデータが普及するきっかけにはやはり東日本大震災ということそのものがですね、かなりこう影響したなと思っています。で、私自身もその震災ドットインフォというのをやっていた時に最初に思ったのが、なんで避難所のデータってないんだ、データとしてないんだろうみたいな、ホームページには載ってるのに、これをこうそのまま載っけるには結構こういちいちこう座標に変換しなきゃいけないし、あとそもそもライセンスが不明瞭なので勝手に使えないみたいなところがあったので、それで結構オープンデータというものの概念をその同時期ぐらいに知って、それをこう推進するみたいな関わりで、白鵬ジャパンの中でも結構こうそれを意識して活動しましたし、その後コードフォージャパンにつながる流れの中でも一つのキーの活動になっていました。で、その中ですごい良かったのは、白鵬ジャパンの活動の中でやっぱ自治体の人たちと話をする機会がすごく増えていったんですよね。で、会津若松の方々なんかはもともと IT の素養がすごくあってですね、他の自治体に比べてもすごい能力高いんですよ。で、そういう人たちと一緒にですね、まさにこうデータ活用の話とかさせていただいたりとか、実際にイベントやってみたりとか、データ使って何か作ってみたりみたいな、そういったことをやることで、すごいこれまで全くなかったその公共サービスを作る側の人たちとの接点っていうのが僕自身できたんですよね。で、それの中でこの動きをもっと組織的にやりたいし、なんかこれも仕事として関わるぐらいの、形でやりたいなと思っていろいろと悶々としてた中で、及川さんとかからもこれから結構後押しをいただいて、Code for Americaの日本版を作るんだみたいなことで、活動を始められることになったっていう形です。逆に私自身市役所、そういう意味で言うと私自身市役所の人たちから後押ししていただいたみたいなところもあったなというふうに思っているので、本当に感謝だなと思いました。徳能さんからも会津でコメントをもらってます。で、今僕もちょうど Code for 福島として一緒にやってるんですけど、もともと嫌いだったけど、やっぱりその社会貢献についてやり始めて、もう今では多分結構福島では一番その Code for というような活動をやられてるんじゃないかなと思ってますが、その中で、やっぱり批判とかがあった中で皆さんが動いてくれたっていうことがすごく頭の下がる思いですという言葉をいただいています。で、2013年の、10月にあった IT× 再開会議というものを白鵬ジャパンが関係していると思うんですが、そこに参加した矢口君こと、もともと営むにいた富木のコメントもらってます。直接関わることはなかったそうなんですが、ソフトウェアデザインで石巻のことを取り上げていただいたり、この IT× 災害のイベントに参加したということが貴重な体験となったということです。あともう一つ、そのシマソンというハカソンが開催されて、これ小泉さんがメインになって開催して話にも出てきましたけど、浦戸諸島が全開していてっていうところで、その実際にその浦戸諸島で、行われたハッカソンでですね、ちょっとすみません長いんで、うちの浅井君のメッセージ長いので、ちょっとだいぶ最初の部分はおちゃらけた感じなので割愛させていただきますが、ここすごくここを皆さんに伝えたいなと思ったのが、ベテランの方には IT 業界の辛いところや大変なところを語っているのは多く見かけるのですが、やはりここでやっぱり皆さんこう別々に聞いてますからね。で、楽しさややりがいだけでなく、行動で示してくれた、たくさんの人にポジティブな変化を生んでくれたっていうことで、次にも中園、うちの中園なんですけど、やっぱ彼とも僕はシマソンで出会っていて、その中でこのシマソンというイベントをきっかけに、いろいろ僕からも御礼を言いたいなと思ってるんですけど、小泉さんいかがですか。あ、いえいえ、こういうふうにね、いろいろ、こう意見くれるのはね、すごい嬉しいなっていうところがあります。はい、
ちょっとね、浅井さんの方の話からなんですけど、はい、この島村って、大きな特徴の一つが、あれですよ、ハッカソンって一発で、そのね、一発ネタで終わっちゃうことが多いっていう話があったじゃないですか。はい。で、それで、大学の研究室、当時、石巻専修大学の、研究室と組んで、で、そこので、学生さんが約半数の参加者だったんですよね。うん。まあ、清水さんもね、ちょっと覚えてらっしゃるかと思うけど。はい。はい、なので、この、まあ、その大人としてね、こういうふうな、なんていうか、あるべき姿を示すみたいなやつから、もう、まあ、そういうところでね、結構できたんじゃないかなと思ってます。で、あとあれですよね、さっきの中園さんの方、ね、はい。で、中園さんの方だと、まあね、当時はまた、ドットじゃない会社でしたけど、はい。実はそのね、研究室のメンバーと組んでやってくれたってことで、学生とその後もずっと密に交流してくれて、うん、で、その島村の中では、まだデモ画面しか作ってなかった、アイランドガールズっていうゲームがあるんですけど、はいはいはい、それを中園さんと、中園さんたちが、はい、最後まで面倒見て完成させたんですよ。で、実際アプリとしてリリースされてるんですよね。はい、で、ちゃんと成果出すところまで行ってるっていう。はい、まあね、で、そういった学生と、あとね、その中園さん、浅井さんのようなね、力のあるエンジニアが組んで、そして形も残してるっていう意味で、まあ、非常にやってよかったイベントだなと、はい、思ってます、はい。はい。ありがとうございます。本当に改めてありがとうございます。そうですね。てか、ドット作るきっかけですよ。いや、本当そうです。はい。人生を変えていただきました。はい。で、もう一つ、やっぱり欠かせないものだったんじゃないかなと思うのが、F サミというイベントが、福島の F スタ、IT コミュニティですね、F スタが開催した F サミというイベントがありました。で、代表の大久保さんと、あと F スタ東京 の代表をやっている影山さんからも、言葉をいただいてます。で、震災から10年で、やっぱりそのコロナについて話をしていて、でこれからもアクフォージャパンの皆さんと手を取り合い、より良い日本を作っていきたいと思いますという話をもらってます。で、これはF サミを、開催するにあたって、岩切さんとも多分お会いしてますかね。はい、なんかどうでしょう、コメントいただけますか。そうですね、すごいデブサミを福島でやりたいっていうお話を頂戴して、はい、ちょっとそれは会社の都合もあって、ちょっと大人の事情でお断りせざるを得なかったんですけれど、大久保さんのその熱い思いは本当に何ですかね、こう岩をも動かすような、うん、男なんていうかな、人間に惚れちゃうような感じのすごい思いをいただいて、元気をもらったのをすごく 思い出します。他にも F スタからは、東京の藤原さんからメッセージいただいています。IT は仕事という考えだったんですが、ハックフォージャパンと関わることで地域に貢献したりとか、コミュニティ活動を広げたいと思うようになったということで、今は参加したり運用自体にも興味を持つようになっているということでした。ずっと鎌田さんが支援されてると思うんですけど、 F スターの、方々のこのコメント見ていかがでしょうか。あ、でも本当に F スターの皆さん、本当に多分震災がなくても頑張られてたんじゃないかなっていうぐらい皆さん活発に活動されてて、で多分最初に出会ったのが確か東北のこうデブサミの一つのセッションで発表されてた様子を見てお声掛けさせていただいて、そこからお付き合いさせていただいて、なんとかF サミ東京とかもお手伝いさせてもらいましたけど、まあ、なんか本当にすごく皆さんそのコミュニティ作りからもすごくしっかりされていて、でそれがハックフォージャパンのこう取り組みがきっかけでこう福島県外とのこうコネクションがすごく広がって、でさらにこうコミュニティの輪が広がっていったっていうような印象が強くって、で、まあ、先ほど岩切さんもおっしゃられてましたけど、大久保さんであるとか影山さんのこうその人としてのこう魅力がだいぶこうコミュニティを大きくさせてるなっていう印象がすごく強いですね。はい、はい、ということで、メッセージは、皆さんいただいたのは以上なんですけど、ちょっと最後
質問が、いくつか来ていますので、どれにしようかな。この、会津の藤井さんといえば皆さん分かりますかね。藤井靖さん、当時を振り返って今何が変わりましたか。ここも藤井さんらしいなと思うんですけど、一つだけに絞ってください。では岩切さん、準備はよろしいですか。まず白鵬ジャパンに入らないかって言われたときに断ることもできたと思うんですね。はい、とにかく私は、自分の家族のことや、友達のことや地域の釜石岩手のことのことで頭がいっぱいだったので、この IT で支援をなんてことはちょっと今手は回りませんみたいな形で言えたと思うんですけれど、そして多分及川さんじゃなかったら断ったと思うんですけど、及川さんとふみさんに当時すごく言っていただいて、残ったことがすごく良かったなと思ってます。なのでいつもの私であればコンサバに断ってたと思うんですけれど、そこを分断しないで飛び込んでみたことによって、そうですね、その本当に何ですか、ずっとこう心が荒れ狂ってるような被災地を持って荒れ狂ってる中で東京で暮らしていく中で、それでも前に進まないんだっていうことを、IT だからこそ進められる何かがあるっていうことをこの白鵬ジャパンから教えていただいたと思っていて、それは仕事をやってて苦しい時もそれがすごく支えになりましたし、とてもありがたいことだったなっていうふうに思います。だから本当誘っていただいてよかったです。どうもありがとうございました。はい、及川さんいかがですか。そうですね、僕なんか学校ジャパンもその後の IT かける災害会議も IT ザートも発起人なんですね。はい、で何が変わったかっていうと、必要だなと思ったことは脊髄反射的であったとしても、その時、全ての時って自分でもよくわからないような衝動にこう襲われて、その衝動に赴くままに行動した感じがあるんですよ。でも本当はもっともっと継続性だとか、自分がどこまでやりきれるかなとかって考えることも必要なのかなと思うんだけれども、その3つのことから、考えるに、いや本当に必要だなっていうふうに思ったならば、自らこうやっぱ何でしょう、立ち上がって声をかけたりして動き出しちゃっていいなっていう、もしかしたらあの失敗体験がないから、その非常にそのバイアスがかかってるのかもしれないんだけれども、そういうふうに思います。で実際白鵬ジャパンも今活動してるかってしてないと思うんですね。じゃあ言いたいけどお前ら何やってんだって言われるかもしれないんだけれども、でもこの活動の少しはやっぱり Code for Japan にもつながっているだろうし、 IT かける災害通じて IT ダートにもつながっているだろうし、で IT ダートも私は今もう理事も降りてるし、アクティブに動いてるメンバーじゃないんだけれども、でもちゃんとその思いをつなげてっていって、その世代交代もしてちゃんと活動ができていて、少しはやっぱり災害の活動、災害の支援のところに、普及復興支援、防災減災のところにもお手伝いできているということを考えたならば、やっぱり必要だなと思ったら、こう、活動すぐ動き始めちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思って、そういうふうにやれるような人間になったっていうところが、自分にとって大きく変わったところかなというふうに思います。ありがとうございます。なるほど。そうですね。で、鎌田さんはこの点いかがですか？はい、岩切さんとあと及川さんがおっしゃられた通りで、自分も最初こうお話しいただいたときに、その当時勤めてた、環境だとかなりの確率で怒られそうだなっていうふうに思ってたんですね。そうこういう取り組みにその場のこうその上長とかにこう意思決定仰ぐわけでもなく参加を決めてしまうみたいなものはかなりリスキーなアクションではあったんですけれども、結果そこでやっぱりこれは大事だろうと思って衝動的に参加する方向を選択して、結果としてその10年近くいろんな活動を通してこう皆さんと出会っ
って、でその中でやっぱりボランティアってこう報酬がいただけるような活動でもないので、参加されてる一人一人の方々のこうモチベーションって全然違いますし、まあ、そうした中でこう何か成果をこう出していこうっていうのって割とこう仕事の中でも、まあ、なんか通じるものがあったりとか学びもあったりとかで、その結果としてその震災の復興につながるような活動であるとか防災につながるような活動を通じて、まあ、皆さん優秀な方々も集まられて、でその中でやっぱりこう働くっていう意味においてもやっぱり得るものは大きかったなっていうふうに今振り返るとすごく感じてます。なので、まあ、なんかこういうその何かその一歩踏み出すような機会がそのこれご覧になられているような方々の中であるようであれば、なんか積極的に参加していただくのがいいんじゃないのかなというふうに感じてたこの10年でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたら小泉さんいかがですか。はい、まあね、私がこの10年間で一番何変わったかっていうとですね、やっぱ10年前と比べるとですね、私10年経ってね、なんか論理になったことが個人的に一番変わったことなんですけどまあそれはまあどうでもよくて、ハックフォージャパンで通じて変わったことっていうと、やはりですね、全国の同じ志の人たちとつながれたっていうところなんですよね。で、まあ、そのハックフォージャパンの前から東北デベロッパーズコミュニティっていうね、IT の勉強会コミュニティの方にはね、ずっと運営としてやってはいたんですけど、やっぱりですね、まあ、基本的にはその宮城県の中に閉じた動きだったんですね。でそれがまあ、ハックフォージャパンと出会って、で単に技術でつながってるだけじゃなく、同じ思いを持ってる、でその貢献したいとか何か役立つものをやりたいとか、そういうことがですね、はい、同じ思い持った仲間とつながれるっていうのがね、やっぱハックフォージャパン通じて私が一番得たものだなと思ってます。はい、でそのね、やっぱ先ほどね、鎌田さんの話にもありましたけど、やっぱね、今これ見てる方にもですね、ぜひですね、まあ、特にですね、これ、Code for Japan Summit なんで、その、お近くにある Code for のところに、ぜひですね、参加してみるっていうことを通じて、そういったですね、まあ、今までの仕事のつながりとは別の仲間を作るっていうね、そういうところをですね、ぜひ体験していただけるとね、私としても嬉しいなと思います。はい。はい、Code for 福島も待ってます。はい。そしたら、佐々木さん、いかがでしょう。はい、そうですね、やっぱ自分は、まあ、当時から比べるとそうですね、何が変わったかというとハードウェアの開発がいろいろできるようになって、それで、まあ、ソフトウェアのハッカーソンとかですね、そういうのはすごいその震災の後いろいろやったりとかですね、勉強会やったりとか、あといろんなことやった感じはするんですけど、今度はですね、やっぱりハードウェアですね、ハードウェアロボットとかですね、そういった開発を、まあそうですね、福島でどんどん盛り上げていきたいなと。で福島今沿岸部がですねロボットの先進地域になってて、すごいそのいろんな施設ができていろんな人が集まってきてるんですね。なのでそういったそのロボティスクに関する、まあ、オープンな形でのなんかこう勉強会とかハッカーソンですね、そういうのを今度やっていきたいなというふうにちょっと今日は改めて思いました。はい、ありがとうございます。それでは関さんいかがですか。もう及川さんも言ってくれたようにですね、ハックフォージャパンがなかったらコードフォージャパンも生まれてなかったと思います。もう人生が私の人生が変わったなと思ってますけれども、これきっかけで、で特にその人とのつながりっていうのが本当に今でも財産だなと思っています。活動をやる中ではみんなが言うようにですね、何の役に立つんだろうとかですね、これ本当は使われてないんじゃないかとかですね。やっぱ、これ今でもそうですけど、やっぱこう、何か始めるときって大したことできないんですよね。でも、こう、10年続けてきたことからわかるのは、そのとき役に立たなくても、やっぱそれによって影響を受けた人とか、なんかこう、ちょっとでもこう役に立てたことみたいなことは、ずっとこう、つながっていくとですね、どっかでまたこう復活して一緒に活動できたりするし、なんかつながっていくんですよね。すごいだから小さな行動でもやるとこうそれがこう波紋が広がっていくようにですね、どんどんこう相乗効果が生まれていくし、それをやればやるほどですね、なんかすごい逆に応援してくれたりとか、自分が何かをやりたいと思った時に今度こそはみたいな感じで
より大きな成果につながるっていうのは、これまで10年間何度もあったので、最初にこう Hack for Japan に参加しますって言って、なんか自分の小さなことから始められたのはすごい良かったなと思っています。はい、ありがとうございます。では高橋さんいかがでしょうか。はい、やっぱりつながりのことを話される方が多かった印象ですけれども、私もちょっと改めて他の人から指摘されてそうだなと思ったことがありまして、何度かその仙台の方にもこの白鵬ジャパンの活動の中で泊まりがけで行ったことがある中で、その妻の実家が今も仙台にあるんですね。で、おふくろさん、妻のおふくろさんが一人で暮らしていて、ホテル取れない時とか、あとお金節約したかった時とかは、お母さん、ちょっといついつ一晩泊めてもらえませんかって、その妻もいないところで私一人だけ行って、正直妻のおふくろさんとは、ちょっと脱線する話でもないんですが、何話したらいいか分かんないような、そういう関係の方も多いと思うんですけれども、そんなよくある感じで一晩泊めてもらって、で朝出かけるときにですね、ふと言われたことがありまして、なんかあなたのやってることはよく分からないけれども、そうやって会社の外の人たちと仲間としていろいろやれてるのってすごくいいことだよねみたいに言ってもらえたんですよ。で、自分でそんなに意識はしてなかったんですが、改めて他の人、しかもその妻のおふくろさんという近い人から言われたことで、なんか改めてつながりが持てたことっていうのがとても素晴らしいことなんだなと、いろいろその会社コミュニティとかで割とその東京近辺の中ではそれまでもつながりは、会社外でのつながりはありましたけれども、それがさらに東北の方につながって、でやっぱり白鵬ジャパンって皆さんと一緒にこうやって遠くに何度も行ったりする活動をしてなければ、そういうつながり、会社外でのつながりが生まれる活動、しかもいろんな地域での人たちとのつながりが生まれることっていうのはできてなかったと思いますので、やっぱりそこが大きく変わったところかなとも私も思いますね。はい、ありがとうございます。では最後、山崎さんいかがでしょうか。はい、人とのつながりって言おうと思ってたら前の方そうですね、ちょっとこれ後ろに行けば行くほどちょっと大変になりそうですけどどうしようかなと思ったんですが、やっぱりでも人とのつながりなんだと思うんですよ。白鵬ジャパンがなかったらやっぱり会社の中でとかそういうことになってしまったのを、ね、これだけやっぱりいろんな方と一緒にいろんなことを、で白鵬ジャパンだけじゃなくて、例えばアメリカに住んでた時、ね、なんか佐々木さんが会津の学生差し連れてきたよとか東北テック道場やるよって言ったら高橋さんが講師で行ってくれるよとか、それ以外の活動にもやっぱりみんなつながっていってると思うので、そういう意味では一番って言われたら人のつながりだと思います。はい、ありがとうございます。で、ここに答えるまでの時間はちょっとないんですけど、最後このメッセージを紹介させていた、ください。でこれがですね、多分この Hack for Japan だったりコミュニティ活動でやっていかなければいけないことなんじゃないかなと僕は強く感じているので紹介させていただきます。で、イトナブのフレームさんからです。都市部も地方部も格差ないプログラミング技術を学べる環境を提供して、どこからでもやばいエンジニアをどんどん育てていくことを目標に頑張っていきたいんですが、どうすればもっと技術を生かしているエンジニアの方々を巻き込めるのでしょうか、という質問をいただいています。なのでやっぱこういうことが今後その課題になってくるのではないかなと思っておりますので、この白鵬ジャパンのメンバーの一つの宿題であったりとか、これを見てくださって、これでコードフォージャパンサミットに今実際に閲覧して参加してくださっている皆さんも、こういうことの一つの今後の課題として、はい、取り組んでいっていただければいいんではないかなと思っております。今日は皆さん長い時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、ではこの後もCode for Japan Summit 2021、
オンライン with 東北は、さまざまなセッションがございますので、ぜひ皆さん、いろんなセッションを楽しんで、行ってください。どうも今日はありがとうございました。